積極的に行きましょう。OK、よし、最後。シュー周りが入るから。全員で勝ち切りましょう。シュー最後だ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 まあ、また練習から、まあ、気持ち切り替えてじゃないですけど、まあ、もう一つ抜け出すためにはやっていかないといけないと思うんでまた、大垣から頑張っていきたいと思います。そうですね、まあ、収穫としてはやっぱり、まあ、前のコンビネーションだとか徐々に、まあ、一番最初に比べたら少しずつ出てきている部分もあって守備でも、まあ、プレッシャーいけるだとか全体で守備することはできてきている部分 で攻撃ではやっぱりまあ、前 の, そのなんだろうコンビネーションっていうのはまだもう一つまあ質だったりまあ動きだったりで圧倒できてないところがあるんでそこはもっと練習していきたいなと思います。まあ一日一日大切にして開幕からスタートをダッシュできるように全員で一丸となって戦っていきたいと思います。そうですね、もっとうまくやれたと思いますし、まあ先制しながら追いつかれたんで、まあ、追いつかれたシーンもリスタートからのところだったんでチームとしてその部分はもっともっとやっていかなきゃいけないなと思いました。まあ、クロスからのところの失点だったり今日で言うとリスタートのところから PK まで持っていかれたシーンというところはまあ切り替えでどうにでもなるところだったと思うのでそこの攻守の切り替えという部分はもっとやっていかなきゃいけないなと思いました。そうですね、まあ、開幕に、いい状態で、臨めるように、あと3試合、試合が残っているので、しっかり準備したいと思います。